理科に冠を正さずという言葉がありますが、検察官、検事は法務大臣の指揮権に服する、そういう立場ですか。そうでありませんか。千葉大臣。一般的に、法務大臣の指揮権のもとにございます。委員長。田中君。一般的にしかないんですか。千葉大臣。どのように行使をするかということは、個別の捜査との関わりでございますので、お答えは差し控えさせていただきます。田中君。答弁が違います。一般指揮権以外に個別資金があるかどうか、ほら、6本読んでください。6本読んでください。秘書官が今出してますから、6本読んでください。一般指揮権以外に資金はないんですね。千葉大臣。そのようなことを申し上げたわけではございません。一般的に指揮権があるということをご答弁申し上げたということでございます。それぞれ個別の指揮権については、今お答えをすべきものではないというふうに思います。一般的指揮権以外に個別指揮権があるかないか聞いてるんです。委員長、答えさせてください。委員長。田中君。答えてません。法律上一般的指揮権以外に個別の指揮権があるかどうか法務大臣に聞いてるんです。基礎中の基礎ですよ。千葉大臣。それは検事総長を通して指揮権を行使をするということは可能でございます。委員長。田中君。すいませんがね、大臣も法律勉強したんですよね。あ、違ったんでしたっけ。それは基礎中の基礎ですよ。個別指揮権と一般的指揮権、戦後の政治史から考えても法律の常識から考えても基礎中の基礎ですよ。ではお伺いしますが、検事総長に対する個別的指揮があるならば、あなたは鳩山総理の周辺に関する捜査に関して厳格に捜査をすべきという個別指揮をするつもりはありますか。千葉大臣。また同じになりますが、個別の問題につきましては、個別の捜査活動につきましては、発言は差し控えさせていただきます。田中君。個別指揮権を鳩山総理の問題に関して指揮するつもりはあるかないかと聞いてるんです。個別の捜査に関して聞いてるんです。指揮権を発動するつもりはあるのか全くないのか聞いてるんです。指揮権を発動するのは法務大臣の権限です。委員長。千葉大臣。まさに個別の問題でございますので、私から捜査活動についてお答えは差し控えさせていただきます。委員長。田中君。個別指揮権を発動するつもりが全くないのかあるのかと聞いてるんです。この捜査の現状はどうなってるかと聞いてるんじゃないんですよ。お願いします。千葉大臣。個別の事件を想定をしたご質問に対しては、捜査の活動について、私から答弁は差し控えさせていただきます。委員長。田中君。こういうはぐらかし答弁やめていただきたい。捜査の過程を聞いてるんじゃありません。指揮権を発動するつもりがあるのかないのか、指揮権を発動するのはあなたの権限です。聞いてるんです。千葉大臣。これも個別それぞれのに関わる問題でございますので、今ご答弁をすることは差し控えさせていただきます。委員長。田中君。そうすると理科に冠を正すつもりはないんですね。じゃあ逆に鳩山総理の疑惑に関して検事と接触する予定はありますか。千葉大臣。同じになりますが、個別の問題について答弁は差し控えさせていただきます。ちょっと待ってください。委員長。ちょっと待ってください。今何て言いました。委員長。田中君。当然私は鳩山総理の問題に関して検事と接触するつもりはないという答弁が来ると思ったんですが、個別の案件だからお答えしないということは接触する可能性もあるわけですね。千葉大臣。個別の問題については答弁を差し控えさせていただきます。委員長。田中君。今のご答弁正直言って驚きました。
私は個別の案件に関して検事と接触するつもりはないと、当然帰ってくるのと思ったら、個別の案件についてお答えするつもりがないということは、逆に言うとその可能性もあるということを法務大臣が示唆しているんですよ。これは法務行政に対する大きな信用失墜ですよ。何よりも先ほど申し上げましたように、鳩山システムでは訴追されないけれども説明責任は果たさないということが可能になります。これはご本人に聞かなければ分かりません。各委員会で総理の出席を求めたことがございます。これまで現職総理がここまで疑惑のオンパレードだったことはございません。委員長、ぜひこの委員会に私は鳩山総理の出席を求めましたが、鳩山総理の出席を委員長お願いいたします。ただいまの棚橋君の意見につきましても、五国理事会で協議をさせていただきます。委員長、棚橋君ということは、鳩山総理を先ほど申し上げたように捜査が及んでいるから一切答えないが、起訴はされないという鳩山システムを新たにというか、作り上げたこの鳩山総理をこの委員会に呼ぶということを委員長は前向きに検討していただけるんですね。田中君に申し上げます。そういうことを申し上げているわけではございません。今の意見は意見として理事会で協議をさせていただく、こういうふうに申し上げているわけでございます。委員長、田中君、私が脱税総理と言ったときには委員長は大変積極的に控えるようにとおっしゃいましたが、鳩山総理を呼べと言ったときには全くその点について熱意がないんですね。大変残念なことに、なお前例ご存じない方が多いようですから申し上げますが、各委員会で総理が出席した前例はたくさんございます。どうか勉強してください。それでは法務大臣、もう一度最後に聞きますが、あなたは起訴されない立場である鳩山総理に自らの疑惑は国会ないし国民の前で積極的に説明すべきだと、国務大臣ないし法務大臣として個別の案件の捜査の話をしているわけではございません。政治家として進言するつもりはないんですね。お答えください。千葉大臣、それぞれ的確に判断をすべき問題だと思っております。委員長、田中君、では総理は的確に判断しているんですね。千葉大臣、それぞれが的確に判断をすべき問題だと思います。委員長、田中君、大変見事な官僚答弁でございます。残念ながら法務大臣に政治家としてもっと真摯な反省な態度、新安室の件にしろ鳩山疑惑にしろと思っておりましたが、非常に残念でございます。これからさらにこの問題をこの委員会で追及させていただきましたし、法務大臣は特に新安室の問題についてはこのあとまた閣議があれば記者会見が行われます。それまでに新安室の問題に関して嘆願請求書を撤回するつもりはありますか。調査中ということでまだやりませんか。それを最後に聞かせていただきます。千葉大臣、先ほどご答弁申し上げた通りでございます。だからどちらです。委員長、どちらです。答えを。田中君、委員長、あ、大臣、どちらです。どちらです。次の閣議後の記者会見までに嘆願書を撤回するつもりがあるのかないのか、イエスノーだけで答えてください。撤回するつもりはある、ない。千葉大臣、先ほどご答弁を申し上げた通りでございます。委員長、次に稲田智美君。委員、最後に初めて棚橋さんのお話を聞く方もいらっしゃるでしょうから、はい、こう人間棚橋さんを、はい、お聞きしたいんですけども、はい、自分で自己検証して自己評価してこう長所あと短所は言えるかなどうか分かりませんけれど、そんなところをちょっと一言。どうですかね、自分で言うのもなんですけど、普段は慎重だと思うんですよ。ただこれと決めたら必ず突き進むというところが長所であり、融通が効かないとしたらそこが短所かなと思うんですけどね。
そうすると9月の行動というのはまさに田中さんらしさが出たことだったわけですね。まあ、みんなで3日2晩話して、うん、それで悩んで、しかし今この国に求められているのは何かという思いで決めましたので、うん、まあ良くも悪くも僕らしいと思います。そこが特に決めたらてこでも動かないところが、うん、一番身近で応援してくれる人や家族からするとハラハラするみたいなんですけど。なるほど、分かりました。今日はどうもお忙しいところありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。